千葉地種は、室町時代中期から、戦国時代前期の武将。武蔵千葉市、第二代当主。京徳の乱で、小学坊、足利重氏に組みした、重臣、原種房と同族の幕割高種に、叔父の種時期、いとこぬ種のり、父の種圏内一族を殺され、兄の実種と共に、下佐八万層市川城へと逃れた。室町幕府八大将軍。 足利義政が派遣した同族の奉公衆、東上縁の支援を得たが、重氏が派遣した、柳田持助に敗れ、交渉2年1月19日に、市川城も陥落、武蔵へと逃れた。同年、上縁が、幕張高こだね、種持ち不死を打ち取り、原種房も逃亡した。一方、兄ニ種は石浜城主、地種は赤塚城主となり、 交渉3年4月には外籍である、大木谷上杉家の火災、大田道館が江戸城を築城するなど、小学坊側に圧力をかけ続けたが、頼田種らは各たる所領を持たないため経済的に逼迫し、下宇佐への帰還も思うに任せない状態であった。その後兄が陰遁したため地種が石浜城主となり、幕府から認められた千市当主となった。だが実際には、 下モ佐において、文家の院等の省岩橋村の領主、岩橋タスクタネらが、本佐総城を築城するなど反抗を続け、その古高種は、千葉橋当主を自称し、幕府と対立していた、茂氏も、高種に頼らざるを得なかったためこれを認め、地種の下モ佐サ機関も叶なわなかった。アズ上演も、文明元年4月に、王仁の乱で、斉藤明鎮に、ミノの所領を横領されたため、 息子の縁数を下佐に残して、秘境軍事力も低下した。文明10年1月、三内上杉家、大喜谷上杉家と茂氏が和解したが、長岡毛春と組んだ高種は、和睦に反対、茂氏の合意もあり12月に、大田道館の支援を背景にして、高谷追悼に立ち上がり、12月10日には、境根源合戦に勝利し、 高種らが軍勢をまとめて退却し牢上した、宇水城を、文明11年7月15日に落城させ、下佐、数佐の大半を制圧した。だが、この20年の間にタスクダネ、高種による千葉領支配体制はすでに完成しており、同地に支持勢力を許さなかった、地種は、上杉市の内紛に巻き込まれていく中で撤退を、余儀なくされ、結果的には、 高種の子孫による下佐千橋継承が確定されることとなった。地種の子孫は武蔵に定着、小規模な勢力しか持たない国人に転落していった。ありがとうございます。